続いては先週から始まりました新コーナー、兵庫ぐるっと良いとこリレーです。兵庫県の41市町の市長と町長にバトンを渡しまして、その地域の魅力を伝えていただきます。今日ご紹介しますのはこちら、加東市です。兵庫県の中央部からやや南にある町でして、人口はおよそ4万人となっています。今日は安田正義市長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします、よろしくお願いします。まずはですね、加東市といえばという1枚をご用意していただきましたので、こちらをご覧ください。どどん、うわ、どうですか熊谷さん、この風景。いやー、頭が下がりますね。いやもう本当に美しい。あ、そう、まさにその稲穂が ね、 そうですね、これだけ実っていて、お世話になってます皆さんもお世話になっているかと思います。酒米の山田錦なんですけれども、市長、やはり加東市といえば山田錦が有名でしょうか。そうですね、まもなく刈り取りが始まる時期を迎えましたが、酒米の王者山田錦、そして加東市はその山田錦の特産地でございます、はい。加東市産の山田錦は灘5号をはじめ全国100の酒蔵でお買い求めいただいて、そして素晴らしい日本酒に生まれ変わっております。そうなんですよ、ここから美味しいお酒へと変化していくんだと思ったらね、もう顔が見えてしまいますね、熊谷さん。そうですね、体のこの辺は多分山田錦できてるんちゃうかなと思うぐらい飲んでますからね日本酒ね。そうです、お世話になっている方多いと思います。でここでですね、今日の良いとこラインナップを見ていきましょう。先ほどの写真の酒米山田錦が特産品というところをご紹介しましたけれども、次にもち麦を新しい特産品へというね、こちらの項目があります、はい。で今ですね、熊谷さんに持っていただいているものがこれですね、腸内環境を整えてくれるなど話題の食材のもち麦を使った商品ということで、熊谷さんもご存知でしょうか。いやもう僕のバンド渡辺村でもち麦の歌も作ってるぐらいなんで、ご縁が深かった、はい。とにかくサンキューベリモチ、おいしさは無限大、熊谷達郎です。ワンフレーズいただきました。突然の振りにもかかわらずありがとうございます。ということでね、熊谷さんももち麦とはご縁深いということ で、 市長、このもち麦を使った製品がいろいろ開発されているということなんですよね。あの市内にあります県立八代高等学校の生徒の皆さんがいろんなアイデアを出して、商品開発にも取り組んでくれております、はい。今先ほど紹介、今紹介いただいておりますけれども、蒸しもち麦、はい、本当にあのプチプチっとしたいい食感がございます。で高校生が私カレー味という ものを開発をしてくれている商品化しております。美味しそう、丸柳さんのところ美味しいんですよ。僕もお世話になってますけど、これはね、なんかスッ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 食べれますよ ね、ヘルシーで、なんか、ね、体に優しいお味なんだろうなということがね、はい、想像できますけれども、新たな特産品となると嬉しいですよね。でそんな加東市に今年こんな施設もできたんです。でこちら加東アート館なんですけれども、トリックアートが楽しめる施設で、 3D アートをはじめ最新の AR 技術を組み合わせたトリック AR アートなども展示しているんです。熊谷さん、どうです、楽しそうな施設でしょ。面白そうです、最新の感じしますね本当にね、こうやってね、こうスマホでかざしながら撮って遊ぶ、羽ばたいてる、ね、僕もやりたいこんなね、市長、こういった楽しい施設というのが加東市にたくさんあるんですよね。そうなんですね、あの加東アート館はぜひあのスマホをお持ちいただいて、複数の方でお越しをいただくのが一番楽しめるところでございますので、お友達とお誘い合わせてお越しをいただければなというふうに思っております、うんうん。そうか、必ず撮影してくれる人必要ですもんね、まあ、ご家族ご友人とね、ぴったりの施設ということです。行きたいですね、でさて良いとこなんですが、これだけで終わりじゃないんですね。最後はこちら、これを言わせて加東市の41推しということで、地域の知る人ぞ知る一推しをご紹介していただきます。市長のお言葉でお願いいたします、はい。長光寺でございます。本堂が国宝に指定されておりまして、本堂以外にも鐘楼でありますとか、さまざまな国指定の重要文化財がございます。まさに文化財の宝庫というふうに思っております。静かな、そして緑豊かな場所に立っております。ぜひ一度お越しをください。
ね、この国宝兵庫県内で6箇所しかない国宝のうちの一つということで非常に貴重だということです。ではここでですね、近々開催されるイベントもお知らせしておきます。加東市山田錦乾杯祭り2021がインターネット上で12月22日まで開催中です。コロナ禍で影響を受けた酒蔵や生産農家を応援するため、特設ウェブサイトにて日本酒を販売しています。秋の味覚とともに一杯いかがでしょうか。加東市乾杯祭りで検索してみてください。では安田市長からイベントの PR も含めまして一言メッセージをお願いします。はい、加東市乾杯祭りにつきましては、兵庫県をはじめとする東は宮城県、そして西は山口県、8府県の 20の酒蔵の皆さんに参加をいただいて、それぞれの酒蔵の素晴らしいお酒、日本酒をお楽しみいただきたいというふうに思っております。それから日本酒ファンの皆さん、全国全世界の日本酒ファンの皆さん、さらに飲食店の皆さん、酒蔵の皆さん、そして山田錦生産農家の皆さん、ぜひこのコロナに負けないで頑張りましょうという、そんな思いをお伝えしたいというふうに思っております。どうぞお越しください。市長から力強いメッセージをいただきました。今日は加東市の安田正義市長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。